今日はオーリーのハウトゥーをやっていきます。オーリーがどんなトリックかっていうと、スケボーでジャンプするトリックです。で、オーリーっていうのが一番重要なトリックで、それがなぜかっていうと、これから先に挑戦するキックフリップとか、遠赤やボックスにグラインドしたりスライドするトリックっていうのは全部オーリーの応用派生技なんですね。だからオーリーができないと、スケボーを楽しめないと言っても過言ではないです。それくらいオーリーは重要なので頑張って練習していきましょう。オーリーの原理は、後ろ足でテールを弾き、で弾くとノーズがこうやって立ち上がってくるので、それを前足でこうやって押してあげると平行になって空中に板が浮きます。で、そのまま着地する。連続でやると弾いて前足でこうやって平行にして着地する。これがオーリーの原理です。オーリーを練習する前に練習してほしいトリックが2つあります。1個目がプッシュ。プッシュはどんなトリックかっていうと、板に乗って後ろ足で地面を蹴って進むっていうトリックです。これはもう本当にスケボーの基本中の基本のトリックなので、これをたくさんやって板に乗り慣れましょう。2つ目のトリックがチクタクです。チクタクがどんなトリックかっていうと、後ろ足でテールを踏んでノーズを上げて左右に振って進むっていうトリックです。で、これ練習すると何がいいかっていうと、テールを踏むっていう練習ができるんですね。で、オーリーも同じように後ろ足でテールを弾いて飛ぶっていう動作をするので、それをやるためにチクタクを練習してください。はい、じゃあまずオーリーのやり方を説明していきます。で、最初に、どんなスタンス、どの足の位置の置き方でやってるかっていうと、オーリーはこの足の置き方にしてます。スタンスは人それぞれなんで、いろんなスタンスを試してほしいんですけど、僕はこれくらいのスタンスでやっています。オーリーのスタンスの前足はどれくらいかっていうと、だいたいこれくらいで、前のビスよりちょっと中心に入れたぐらいの位置で、本当に体の正面に向かってまっすぐ置いてるっていう感じです。で、後ろ足がどれくらいかっていうと、結構端じゃなくて僕は内側に入れてます。これくらいで正面に向かってまっすぐ置くっていう感じです。じゃあここからはオーリーの動作を細かく説明していきます。で、意識してほしいのが、オーリーを自分でやるイメージを作るっていう風に聞いてほしいです。なぜかっていうと、人間って自分がイメージできないことってできないんですよ。だからオーリーがなかなか上達しない人っていうのは、多分自分がオーリーするイメージができてない人なんですね。だからこれから僕が細かく動作を説明していくので、その動作を聞いて自分が実際にオーリーするイメージを作っていってください。オーリーの動作の流れを説明していきます。最初にジャンプするためのタメを作ります。ためを作ったら、ジャンプしながら後ろ足でテールを弾きます。で、後ろ足でテールを弾くと、テールは地面単発して上に上がってくるので、それに合わせて後ろ足も上げていきます。テールを弾いたらテールも置くんですけど、ノーズもこうやって立ってくるので、立ってきたノーズに合わせて後ろ足をこうやって上に上げていきます。で、ピークに来たなと思ったらノーズを前足で押してあげて平行にします。で、これがオーリーのピークです。で、ピークになってからはもうそのまま両足何もせず、板が落ちていくスピードと合わせて両足下ろしていって着地っていうのがオーリーの一連の流れです。オーリーで溜める時の一つ目のポイントは、上半身を倒しすぎないっていうことです。で、多分これは縦で見てもらうと分かると思うんですけど、結構初心者ってこうやって前に倒しちゃうんですよね、溜める時。で、これやっちゃうとこの状態で人間って飛べないじゃないですか。
だから上半身を必ず起こす。で、板を見たいからこうやっちゃうと思うんで、顔と視線だけをこっちのノーズに送るっていうのを意識して溜めてみてください。こういう感じですね。上半身を起こしたまま溜めるっていうのが1個目のポイントです。2つ目のポイントは軸を意識して、軸を中心に保つっていうことを意識してください。で、軸っていうのは4方向あって、こっちの左右っていうのと前と後ろっていう4方向あります。その4方向を、真ん中に保つっていうのがポイントです。で、左右っていうのはこっちですね。で、どう保つかっていうと、構えたスタンスの本当に両足の中心に軸を置くっていうのを意識してください。これをやるとこっちに軸が傾きすぎて、こう弾くときにこっちにまくられちゃったりとか、こっちに軸を傾いて弾くときにこうやってまくられたりとかっていうことが少なくなります。で、縦の重心っていうのはこう構えたときのこっちと前と後ろ、でこれも本当に真ん中に置くように意識してください。で、この軸をぶらさないままためてジャンプするっていうのが、こう安定してオーリーするためのコツです。ためるときのこう肩の向きっていうのが、板に対してこのまま平行じゃなくて、どっちかっていうと進行方向に対してこうやって向くイメージです。で、縦にするとこうやってしゃがむんじゃなくて、ちょっと肩を開いてこっちに向く、こうためるっていう感じです。ためるっていう動作の次の動作が、ジャンプしながら後ろ足でテールを弾くっていう動作です。で、これはこう後ろ足で弾いてからジャンプするっていうよりも、どっちかっていうとジャンプしながら後ろ足でテールを弾く、ジャンプのついでにテールを後ろ足で弾くっていうイメージでやってみてください。テールの弾き方なんですけど、テールの弾き方はこう真下に弾くっていうよりかは、僕は結構進行方向と逆側、こっち側にこうやって引きながら弾くっていうのを意識してやってます。ただ高い障害物を飛ぶときは真下にっていう使い分けをしてます。初心者の人とかオーリーを練習し始めた人は、もう止まってのオーリーでも走りながらのオーリーでも基本的にはこう引きながら弾くっていうのを意識してやってみてください。で、なんでかっていうと、初心者の人たちのテールの弾き方、どっちかっていうとこっち側方向に弾いちゃうんですよ、みんな。で、前側に弾いちゃうとノーズが自分よりも先に行っちゃうんで、次の動作の前足でノーズをこうやってするっていう動作ができなくなっちゃうんですね。だから初心者の人たちはできるだけこっち側に意識的にこうやって引いて弾くっていう練習をしてください。デッキの上に乗ってできないっていう人は、今みたいに前足を下ろして後ろ足だけデッキに乗せてこっち側に弾くっていう練習してみましょう。こういう、まあ、乗ったら全然感覚違うんですけど、まあ、今みたいなイメージがつかめれば挑戦はできるかなと思うので、テールは逆側、進行方向と逆側に弾くっていうのを意識的にやってみましょう。ジャンプをする時の動作なんですけど、両足ジャンプじゃなくて片足ジャンプのイメージです。こうテール、後ろ足でテールを弾いてからジャンプするので、両足でこうやってジャンプするじゃなくて、こういう動作になります。実際にオーリーしてる時の動画は今流れていると思うんですけど、前足だけが先に上に上がって、後ろ足が遅れて上がってくるという動作になります。後ろ足でテールを弾いた後に後ろの足を上げるのが遅いと、テールが上がってくるのを抑えちゃうので高さが全然出なかったりとか、あとはなかなかこういう平行な折れにならないので、初心者の人は多分早めにテールを弾いたらすぐ上げるというのを意識した方がいいと思います。テールを踏もうとしすぎてベタベタ踏んじゃって後ろ足が遅くなりすぎて上がらないっていう人が多いので、
手の弾くのは本当軽く地面と足があんまりこうつかないぐらいの感触ぐらいこう軽く弾いて上に上げるっていうのを意識した方がいいと思います。後ろ足でテールを弾いて後ろ足を上げるっていう動作の次が前足も同じように上に上げてでピークに来たらノーズを前足で押してあげるっていう動作になります。この動作することで、スケボーは地面と平行になります。でこれはすごい大切でなんで平行にするのが大切かっていうと板がこれしか浮いてない状態でノーズが押せなくてスケボーが平行にならないとこれくらいしか飛べないんですよ。でただ平行にしてあげるとその分テールが上がってくるので同じジャンプでもより高くのものを飛べるのでスケボーを平行にするっていうのはとても大切です。ただ平行にするのっていうのはかなり難しくてオーリーの初心者の人の一個の壁になると思います。でこの動作の、一番のコツっていうのが前足の膝です。前足の膝をこう自分の最初のこのスタンスよりももっと進行方向側に出すっていうのが大事です。オーリーしてる時前足っていうのは多分こうなってるんですけどそれを今ここの状態だと自分の下にあると思うんですけどそれをもっと進行方向側に出していくっていうのが大切です。こういう動きですね。平行にならない人はこの自分の膝を進行方向に思いっきり極端にやってみてください。多分、進行方向に出すっていうのをやってるとしてもきっとその人ここぐらいまでしか動いてないんでもっと極端に動かすっていうふうにしてみると板が平行になるかもしれません。ここまでの動作ができてたらあとは着地するだけです。で、うまく着地する時のコツは最初と一緒で軸をちゃんと真ん中に保つっていうのがポイントです。これが左右どっちかに傾いちゃうとうまく着地ができなくて怪我してしまうので気をつけてください。例えば左に軸が傾いてしまうとこうなってしまった場合にこうなってしまうと前足から着地してしまいます。実際にやってみるとこうやって傾いたままジャンプするとこうやって前に前足から着地してしまって、捻挫してしまったりこう怪我の原因になってしまうので必ず軸はちゃんとまっすぐ真ん中に置いてください。右に傾いてしまうと、後足で着地してしまいます。こういう感じですね。こうなっちゃうと、まくられる可能性が高いので結構危険なんですね。だからちゃんと軸は両足の真ん中に置いたままジャンプして着地するっていうのを心がけてください。効率的にうまくなる、方法っていうのは全部で8個あります。この8個を段階を踏んで練習していくとオーリーが効率的にうまくなるのでぜひ試してみてください。1個目がプッシュやチクタクマニュアルでスケボーになれるっていうことです。まずプッシュをたくさんして板になれましょう。その次に、チクタクでチクタクで板を踏むっていう動作になれるっていうところがすごい大切です。オーリーが怖い人はこの2つをたくさんやって板に慣れてテールを踏むっていうことになれましょう。2つ目が柵に捕まった状態でオーリーの動作を確かめるっていう練習です。いきなり走って降りしたくなる気持ちは分かりますがちょっと我慢して柵に捕まった状態で降りってどんな動作をするのかっていうのを実際に確かめてみましょう。で柵に捕まっていれば怪我する可能性も低いですし下半身の動きに集中することができるのでこの動画のちょっと前に話した動作っていうのを柵に捕まりながら実際に試してみてください。多分この動画を見てもらってイメージしても実際に体を動かすとイメージとズレが出てくるのでそのズレをこのステップである程度修正していきましょう。
つ目の練習方法が止まった状態でゴールにします。もちろんあの柵に捕まってない状態ですね。この状態で意識してほしいのが、柵に捕まってないので多分さっきとは体の軸とかバランスっていうのは全然違うので、体の軸をちゃんと中心に保つっていうのを意識して、柵に捕まった状態でやる動作っていうのをやってみてください。4つ目が遅いスピードで走りながらオーリーする。これは止まった状態である程度テールが浮くようになってみたら試してみてください。で、最初はもう怖くないぐらいの遅いスピードで走りながらオーリーしてみましょう。いきなり速いスピードをオーリーすると怪我する可能性もあるし、あとは勢いだけでこうテールが浮いちゃったりとか、勢いだけでオーリーができちゃったりして、オーリーがちゃんと身につかないので、遅いスピードで一旦オーリーしてみましょう。遅いスピードでも進みながらのオーリーだと、止まった状態でのオーリーとは全く感覚が違います。で、走った状態でのオーリーのコツは2つあって、自分でも進行方向側にジャンプするっていうことと、テールを進行方向側と逆に弾くっていう2つがポイントです。走った状態でのオーリーがうまくできない人はこの2つを意識してやってみてください。5つ目の練習方法が少しスピードを上げてオーリーするというものですね。そういうスピードでのオーリーに慣れてきたら、ちょっとだけスピードを上げてみましょう。で、スピードを上げるだけでも怖さが多分増すと思うんですけど、障害物を飛ぶためにはスピードもある程度必要になってきますし、あのこの先トリックをやっていく上でスピードは必要になってくるので、スピードがある状態でのオーリーに慣れていきましょう。6個目の練習方法が、木の枝だったりとか道路の線、割れ目などをオーリーで飛び越えてみましょう。いきなり高さがある障害物を飛ぶっていうのはかなり難しいので、何か物を飛ぶっていう練習を始めてみましょう。それはできるだけ高さがないものですね。本当に線とか割れ目っていうのを飛ぶようにしてみてください。いきなり高さがあるものを飛ぼうとすると、こう高さを出すっていうこととタイミングよくオーリーするって、この2つをやらなきゃいけないので多分難しいと思います。なのでまずは高さがないものを飛ぶことで、タイミングをこうタイミングよくオーリーするものに合わせてオーリーするっていう感覚を身につけてから高いものに飛んでいきましょう。この練習をする時のコツは、足元ではなくて障害物を見てオーリーすること。スタンスは障害物の少し手前でもうセットしておいて、あとは障害物を見てオーリーするタイミングを測って飛ぶっていうのをやってみてください。7個目の練習方法は、低い障害物をオーリーで飛び越えるっていう練習方法です。で、本当に高さ10センチ以下とかのものでいいので、低いものを飛ぶっていう練習を始めましょう。で、例えばペットボトルだったりとか、角材だったりとか、木の枝、空き缶、あまり高さがないものを飛び越えてみましょう。よくスケーターが使うのが工事現場に置いてある赤いコーンですね。この赤いコーンの一番低いところを飛ぶっていう練習をしてみるのがおすすめです。で、8個目の練習方法が、障害物の高さを徐々に上げてオーリーの高さを出すっていう方法です。10センチのものが飛べたら15センチ、15センチのものが飛べたら20センチと徐々に高くしてオーリーの高さを上げるっていう練習をしていきましょう。で、徐々に高くしていくのがポイントで、一気に高くするとなかなか多分飛べなくてモチベーションが下がってしまうので、本当に少しずつ、高さを上げて挑戦していきましょう。で、高い障害物を飛び越えるポイントっていうのが3つあって、1個目が飛び越える障害物を見る、2つ目がテールをしっかり弾くっていう、3つ目は後ろ足を障害物よりも高く上げる。で、この3つが高い障害物を飛び越えるポイントです。ここまで、話してきた練習法をやってもらえれば効率的に上手くなることはできると思います。ただオーリーはどうしてももう量、練習の量っていうのがすごい大切なトリックなので、もうとにかくオーリーをめちゃくちゃ練習してください。本当にもう1年間オーリー練習してやっと縦コーンが飛べる人もいますし、かなり時間がかかるトリックだと思ってください。ただ、オーリーが上手くなれば、さっきも言ったキックフリップだったりとか、ボックス遠隕石にかけるトリックっていうのもできて、めちゃ
ちゃくちゃスケボーが楽しくなるので、ぜひ頑張ってください。オーリーは時間がかかるトリックなんですけど、飽きそうになってきたら、まあ、ショービットだったりこう知らないところにプッシュで行ったりして気分転換してみることをお勧めします。気長に練習してみてください。以上でハウトオーリー終わります。ご視聴ありがとうございました。